はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ヤスでございます。白血病と病生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、白血病になってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、食事制限、ダイエットのね、大敵となるのがですね、お砂糖ですね。しかしね、そのお砂糖をね、抜くとですね、逆にね、失敗することがあります。それはね、お菓子です。お菓子ね、お菓子作りの時なんですよね。こうダイエット中やけどお菓子食べたいって思うじゃないですかね。えそしたらね、もう自分で作ったったらええんちゃうんかなってね、思うんですよ。ダイエットの時にね、その食べるお菓子を自分で作ろうと思って、まあいろいろ考えていく上でですね、こう最終的にね、まあそもそもお砂糖を使わなかったらダイエットスイーツが作れるんじゃないのってところにね、たどり着きますよね。しかしね、それではね、お菓子はね、作れないんです。これなぜかと言いますとですね、それはね、化学反応にあります。お菓子作りにね、必要なね、その小麦粉とか卵とか牛乳、ドライイーストなど、いっぱいあるじゃないですか。そんなのたくさんの材料自体が化学反応を起こしてるからなんですよ。混ぜただけで化学反応起きるんじゃなくて、まあそのから焼くじゃないですか、煮詰めたりするじゃないですか。その時に熱によって化学反応を起こすんですよ。なのでお砂糖を抜くとですね、その化学反応はね、乱れてしまってですね、固まらなかったりとか、逆に硬すぎたりとか、焦げたり、でオーブンで焼いたのにめちゃめちゃになったり、でそもそも混ざらなかったりね。そうするとですね、やっぱ見た目と味といったね、その全てがね、この映えることなくですね、失敗に終わってしまいます。なのでね、お菓子作りにはね、そのレシピ通りのちゃんとした分量のお砂糖が必要なんですよ。例えばですね、食器洗い洗剤もね、水で濡らさないとね、泡立たないようにですね、大体のお菓子を作るのにはお砂糖が必要というわけなんですよ。まあ、そんなね、大切なことをね、知らなかった僕はですね、血液検査に引っかからないスイーツを作るべくですね、半年ぐらい前にね、お砂糖を使わないチーズケーキとかクッキーとか頑張って作ったんですけども、まあ見てくれてた人なら結果はもうご存知ですよね。まあ当然のことながら失敗に終わりました。まあ今となってはね、もう知ってますけども、そのまあ当時のね、動画のコメントでたくさんの人らがね、お砂糖の代わりに〇〇があるよとか、糖質オフやし甘くて美味しいよとかね、教えてもらったんで、次作るときはね、ぜひね、作ってダイエットスイーツをね、楽しみたいです。ほんでそもそもね、そのお砂糖がなぜお菓子に必要で、どんな化学反応が起こっているのかと言いますとですね、混ぜたり焼いたり熱を加えることで、まあ温度によって異なりますけども、そのまあ一緒にね、使った材料などの水分量を保つことができるからなんですよ。だからね、小麦粉を使ってるのに、卵を使ってるのに、焼いても柔らかいまま仕上がるんです。すごいですよね、砂糖ってね。まあ理由があってね、使われてたにもかかわらずですね、まあそのとは知らずに、自分のダイエットという私利私欲のために勝手にルールを変更してお砂糖を抜いたらダメなんですよね。そもそもね、ダイエットに関しても、ただただお砂糖というその糖をね、抜きすぎても、まあ、これは、ね、塩分にも言われることなんですけども、その体の代謝によってですね、エネルギーとして使われるその糖とか塩分がね、必要なので、完全に抜くのはね、良くないんですよ。というか、まあその無理に入れなくても、お米やね、野菜などといった食材にもね、炭水化物が含まれてますしね。そもそもね、糖っていうのはですね、その炭水化物から食物繊維を取った糖質の糖のことですね。でその糖っていうのは各調味料にも入ってますので、まあ、完全に抜くことはできません。でもただね、取りすぎは良くないですよということなんです。まあ、必要であればね、今回のお砂糖のようにね、抜かなくてもいいということなんですよ。もうね、ほんま食べたいものも食べれずにね、もうあれこれ考えすぎてね、ほんま頭おかしなりそうやったんですわ。だからね、まあ、今回ね、この件にね、気づいてね、ほんまにね、良かったと思ってます。なのでね、まあ、皆さんもね、まあ、ストレスを溜めすぎないようにね、していきましょう。そんな感じで今日は以上です。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。